いたまみあいたおかしいおかしいって今どうもです。ということで今回は、まあ、最強メダルをね、はい、作っていきたいと思います。今回作る最強メダルはですね、うたちゃんに、最適のね、クリティカル系の最強メダルをね、継承して作っていきたいと思います。で、今回来ました、支流メダルですね。はい、こちら交換必須かと思います。こちらね、こういう唯一のね、クリティカルで 5% 短縮ということで、まあ、非常に、強いメダルになっていますと。まあ、ルーシーとかジャブラ以来の、まあ、いいメダルなんじゃないでしょうかということで、今週はね、これ欲しい人は買いかなと思います。まあ、支流以外で言うと、まあ、ちょっとこのチョッパーもまあ、割かし使えるのと、あと、ミラミラですね。ミラミラ、ジャスト回避系のキャラに対しては、まあ、マムマムミラミラとかね、結構刺さるんで、いいかなと思います。まあ、ぐらいかな。それ以外はそんなにいらないかなと思います。のでまあ本当に支流欲しいか欲しくないかで課金するかしないかを、決めていただけたらなと思います。はい、ということでまあ今回ねはい継承していくメダルの組み合わせがはいこちらになります。ルッチジャブラ支流ということでまあ皆さんねはい継承はい5段階失敗してねはいイラ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 することもあるかと思いますがまあ今回はね3段階というか抽選のやつが特にないとは思うのでサクッとね作っていきたいと思います。ではまずうたちゃんなので一応考えているのは現状なので体力ぶりでねはい火力にガン振りしていきたいと思います。はい、ということで継承する前にね現状のステータスを見ておきたいと思います。はい、攻撃が1422プラスで防御が633ということで、まあ、一応捨て振りに関しては結構ね 14% で構成されているのでこっからだいぶね強くなるんじゃないかなとはい思います。いやーなんか継承ってワクワクするよねということでまあジャブラからいきますね。まあ今回はアイテムを使わさせていただくので、体力あんまなかったっけ？あ、2枚しかない。どうしよう。話が変わってきましたね。こうなってくると。はい、ということで、まずジャブラにね、体力 24% がちょっと2枚しかなかったんで、2枚つけていきたいと思います。はい。1枚目と、もう1枚この辺かな。ちゃうな。この辺か。はい、これで2枚つけました。で、あと1枠もう 18% でちょっと妥協しようかなと思うので体力の 18% が、どっかに、いらっしゃるんじゃないかなと。はい、こちらですね。体力 18% つけてちょっとねこれで計 66% になっちゃうんで 4% ちょっと損しちゃうんですけどジャブラメダルはねこちらの24、24、18ということでまあちょっと妥協して 66% 体力ではい完成ということで。はい、で続いてルッチですね。ルッチに関してはもう攻撃 18% つけていきたいかなと思います。そうですね、7枚持ってるんで、これを3枚つけていきますと、7がない、6になったんか。はいはいはい。はい、2枚目。はい、3枚目ということで。はい、ルッチに関してはね、はい、18、18、18のね、メダルが、はい、出来上がりました。あと1枠ね、はい、交換でも来ました、支流になるんですけども、支流に関してはね、あとは攻撃18と攻撃攻撃ということで、ちょっと待ってくださいね。攻撃の、はい、18% が1枚と、あと2枠、まあ、うたちゃんはね、正直火力ぶりでいいかなと思うんで、攻撃160を2枚つけてみます。一旦ね、防御18を2枚つけるでもいいんですけど、まあ、火力に振った方が恩恵はでかいんじゃないかなと思うんでこちらでいきたいと思います。はい、ということでね、うたちゃんのメダル出来上がりました。攻撃70プラス300と、体力 66% ということでねちょっと 4% だけちょっと悔しいけど、これで完成ということで、うたの最強メダルのね、出来上がりですと。あーいいね。体力4100プラスと、攻撃がね1562プラスということで火力に、ガン振り、うたちゃん、はい、完成しました。あとちなみにね新キャラ情報出ましたね。フランキーとチョッパーが次のフェス限ということで、はい、楽しみに、まあ強いのかちょっと怪しいけどまあ楽しみに待ちましょう。起きた起きた起きた、待って、相手あるわけない、よし任せろ俺に任せろ新鮮特攻するわ。音割れしてる、音割れしてる、ちょっと待ってくれ、任せて。いやそこでもよかったんかな。レーザー撃ってほしいときユネルカさん、ああ常に当たる位置に。俺はもうロボット、指示をくれなきゃ。そう、あなたは今日ロボット。俺は今ロボットだ、あなたはロボット指示がなきゃ何もできません。レーザー2巡目だよ。あ、オッケー。おい、何してんねん。ごめんごめんごめん。ない。え、雷もうすぐ使ってないですか。
はい。え大丈夫そう。いや、うん、人も大丈夫そう。人大丈夫そう。何してんの、してます。ごめん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 。ごめんごめんごめん。はい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 。おめえ撃った撃った撃った、はいはいはい、お前ロボットだって言っただろ。ごめんごめん、字が出た、字が出ちゃった、字がお前ロボットだって言っただろ。字がが出ちゃった今、思わず虹に抜かれると思わなかったから。メーサーくれ、ないです、すいません、すいません、ないです。メーサー、アルベル、おい、アルベル、アルベル、おる、アルベル、しんどいんですけど、メーサー、なんて言ったんだよ。ごめんごめんごめん、ちょっと、何してんの。まあ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 、一旦これで落ちて、メーサーとかイラ、アルベル、おるやろ。しっかり振られてますけど、ほらブースト耐えて、うん、ブースト耐えてよ。死んじゃう死んじゃう死んじゃう、はいはい、あ、ナイスー。え、メーザーいらんのこれ、うん、いたー、見えない、あ、いたー、おかしい、おかしいって今の、いかがおかしいって、なんでよ、見えへん、見えへん、オッケーオッケー、カバー入る。全おい、勘弁してくれよ、ほんまに。勘弁してくれよ。二陣やで、二陣、二陣孤立型やからね。オッケー。勘弁してや。二陣ね。きついて。痛い痛い。きついて。何やってんのか。で、そう20秒で閉まるからね、そこ。オッケー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 。クラッカーワンダン。じゃあクラッカー見とくわ。行ってこい、行ってこい。俺んとこ行ってきます。ゲッター軍団。ゾロ来るよ、腕蹴つかんでくれ、見えない、降りんで、あぉ、ちょっと、やれ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 、俺がいる、なんかこれ、つ、なんか、指示もクソもない、やれ、やれ、指示もクソもないです、あの人。とりあえず、虹取るよ、貫通した、貫通した、貫通した、フラッシュおもろ、虹陣きつい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 です、虹陣きついです、ちょっと、ローはきついな、ヒドロの方は置いといて、シールドないし、じゃあ、あっちか、虹陣か、こっち、俺シートに行くわ、じゃあ。いや、無理や。オッケーオッケーオッケー、分かった、こっち行くわ、じゃあ。無理ピヨです、こっち。うーん。あ、敵のメーザーか。いて。これはね、真ん中抜かないと負けますね。キングが虹に抜けたら偉い、それは。あ、やっぱり。追いかけてやるか。偉いな。追いかける、追いかける。偉いな、それは。いや、これきついわ。ケニーさん、勝つ自信ある、それ。いや、ここは大丈夫やけど。オッケー、じゃあ、俺は真ん中に。あ、無理や。取れへん。ワンちゃん。あ、無理、握れん。いや、握っても時間がもう無理。まあ、そうね。いやー、ごめん。ちょっと待って、初手あれだわ。めっちゃボッとして C 行ってたわ。シェイシェイ。え、なんか、え、めっちゃ後ろで3人固まってなかった。知ってた。ちょっと、何があったんですか。これは、知ってた。これは、これちょっと誰か裁判を行われますよ、これ。なんでください。これは。裁判長、レッド裁判長、僕は一陣貯めて二陣に行った頃にはもう抜かれてました。いや、違う違う違う。はい。違う違う違う。いつも通りの、ちょっとごめんなさい。すいません。C 行く気満々で左迂回し。あんなにスタート俺、C 地点特攻するぞって言ってたのにさ、ケースが普通に C 地点って。お前、何の話？二陣抜かれるし、みんな帰るし、C 俺一人やし、なんか、ボコボコやったしさ。あと、もう一個、ちょっと、すいません、もう一個だけ事件が。何ですか？何ですか？何ですかね、ビスケットマンがなんか二陣に突撃してきたときに、なんか、ディフェンダーが両方ワンパンされるという事件が。おいアルベルいい人からいけるとか言ってた人誰いや、あれやっとね、うん、見てほしいね、もう。俺、当たって、あと残りポーンって当たってたよ。俺に関してはもうクラッカー見えてなかったからね、急に死んだし。クラッカー見たって、俺、ルカさんに何も言わなかったもん、だって。全然死んだし。あ、北さん入んないと。あ、ごめん。みんな入れない。